桜井先生のね、毛投げなことですね。透析打ちながら白内障の手術やったりですね。もう、<laughs> 本当に、満身創痍ですがな、うん。まあもちろんね、皆さんと約束した都知事選に関してはね、もう教託金が集まった以上は必ず出ます。あのー、まあちょっと本当にね、 スケジュールが押して、まあ、ほは押しち,ちゃいけないんですけれどもね。スケジュールが仮にまあ、これからはちょっと押してきて、まあ、どうにもこうにもならなくなってきたら、まあ、この放送自体をちょっとお休みさせていただくっていうことと、それから、あと、あの、毎日ですね、朝ですね、インスタと、あと、あの、トゥルースっていう二つ上げてたんですけれども、まあ、こちらもですね、 まあちょっとあんまり忙しい時にはですね、あの、これからちょっとお休みの時もあるっていうことですね。だから皆さんもね、今日上がってないよ、じゃなくてね、忙しくてあげられないというですね、うん。まあそんな感じになりますのでね。いや、本当にね、選挙が近づいてくると、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけないというですね。もう、正直言うけど、あの、SNS とかやってる場合じゃないんですよ。ただ、 SNS とかね、こういったネットフォースを使って、皆さんに呼びかけをね、していかなきゃいけないっていうことも、またね、これも一つのね、事実ですからね。だから皆さんにお願いしたいのは、まあもちろんスタッフとしてね、ボランティアに登録していただくっていうことも大切ですけれども、できる限り周りの人にね、広げてくださいな。桜井が出るよっていうのでね。ぜひね、皆さんね、あの、まあさっきもね、こう書いてあったじゃ知らない人もいるよっていうので。だったら知らない人たちに教えてあげるっていうね。 もうどうせどこ入れたって同じだったら桜に入れとけやという話ですよね。うん、まあぜひね、皆さんお願いいたします。トゥルースできなかったら多分ね、あのー、君の持ってるパソコンかスマホの方に問題がありますねいや。トゥルース自体は日本語に対応してて普通に使えるんですよ。できないわけがないんですけれどもね。まあとにかくね、周りの人たちにできる限り、もう本当にできる限りでいいんで、一人でも二人でもいいから桜がね、 都知事選に出るってていいいうことだだけけを伝えていただければと思いますもうそれぐらいしかね、やりようがないといった感じですよね。あとは、政権放送ですね。まあ、政権放送でお届けをいたしますので。5分だったっけ確かね、5分、5分だったと思いますけど、5分間のね、5分だったかな ?10 分だったかな確か5分だったような気がしますけども、5分間のね、政権放送で皆さんにね、 お話を。まあ、ここでね、いつも喋ってる内容と大して変わりはしないですけどね。だから、桜井はね、変わりませんので。誰が何と言おうと、桜井誠であり続けます。